さあ毎週月曜日のこの時間は秘密の研究室からパフューム研究員が登場。今夜はパフューム掲示板に書き込んでくれた生徒みんなのメッセージを研究。パフュームロックス。パフュームロックス。Starring Perfume。2月のパフューム掲示板の書き込みを研究せよ。パフューム掲示板いつもいろいろな書き込みありがとうございます。この間なんかちょっと海外に行ってたんですよ。はい、なんか勉強しにね、うん、いろんなショーとか見てたんだけど、うん、なんか英語ばっかりじゃん。英語ばっかりで物語も英語ばっかりじゃけようわからんのよ。うん、あじゃけそういう時にね、うん、スクールオブロックの掲示板なんかを覗いたりして、うん、ほっこりしとりました。マジで本当に救われてました。助けられましたよ。実は1週間しかいなかったんだけど日本帰りたーって思った時にあってね、ごめんね言わんかったんだけど、うん、あるよ。そういう時に、うん、スクールオブロックのこの掲示板で本当に癒されてた。よかった。あ、そう、この人たちのために私は今勉強してるの。感性を磨くの頑張るのよみたいな感じで自分をバーンやって奮い立たせて、はい、できました。助かっております。じゃあね、ちょっとその掲示板に届いた書き込みを、はい、今夜はたくさん紹介していきたいと思います。はい、はい、いきますよ。滋賀県ののぶのっちくん。のぶのっちバフュームクリップスフラゲしてきました。わー、ありがとう。 PV 集ありがとう。初めてブルーレイというものを買いました。わ、そっか、すごい画質がいい。いやそれに中身も最高ですね。3人の成長を実感しました。かわいい3人から綺麗な大人の3人になっていきましたね。順を追って見ていく機会はなかったので新鮮でした。嬉しい、よかった。よかった。初めて出すからもう本当に昔から入ってるわけよ、ね、それはそれはね、思春期をね、私たちのそのままありのままを見てもらえる、ね、成長を見ていただける。そう、ただ普通に青春が、そうなの、青春全てが詰まっております。確かに順を追って見る機会ってないかもね。そうだね、よかったです。ありがとう。では続いて茨城県パルファムちゃん。パルファムちゃん、パフュームクリップス届きました。おい、開封開封第一印象でかい。あ、確かに、ね、初回は大きいのよ。第二印象本当に動いてる。そう、動くんです。表紙がカタカタカタ。そんなこんなでヤバいと連呼。笑い豪華パッケージ豪華すぎ笑い。ずっと眺めてられます。だって、いやありがとう。いや嬉しい。そうなんです。戦いがあったよ。もうこれはね、徳間さんと一緒にまた久々に会ってね、うん、作ったんだけど、うんうん、もうやっぱ彼らは本当にバフュームの昔からついてくれていた人たちなので、うん、それこそもうこのまさにこの時っていうのを知ってる人たちなんですよね、うん、だからそのクリップ一つ一つに本当にこう気持ちがあってね。だからこうやってなんていうの、このジャケットに全部乗せちゃって、しかもこのねメラメラメラってやったら動くんだよね。動くの、動くやつ。これ吸ってんの多分大変だよ。大変だよ。いやでもこうやって言ってくれたらやった甲斐があるよね。ねー、よかった、よかった。青木さん、長谷川さん、ありがとう。ありがとう、徳間さん、ありがとう。ちゃんと届いたみたいだよ。ねえ、嬉しい、本当に。続いて、コロタン、千葉県女の子15歳。ついにミュージッククリップスを買ってしまいました。おぉ、あのネタバラシバージョン最高でした。あーちゃん、痛いって言っちゃったし。アイスティルラブユーね。アイスティルラブユーの、そうなんですよ。そう、ネタバラシバージョンっていうのがあって、うん、あれ実は、うん、すごいこう、いい歌なのよ。でパフュームの中ではでみんなすごい気に入ってたんだよね。だから PV どうしようかって言って、うん、すっごい悩んだんだけど、うん、その中関さんはいや、やっぱパフュームらしいことしようよって言って、うん、あんな素敵な曲なのに下では足つぼやってるっていうね。ちょっと聞いただけじゃまだ意味わかんないよ。そうだね、どういうことってなるけど、ね、痛がってる感じがいい感じにこう感情込めて歌ってるみたいに見えるんだよね。切なさ出しちゃってね。やだね、本当皮肉だよね。ね、本当ね、それのねネタバラシバージョンがさっついて入ってるんですよ、ね、いや、よく見てくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあぜひまだチェックしてない方は、チェックしていただけたら嬉しいです。はい、待望のクリップスです。こんばんは、柏です。のっちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。引き続き2月のパフューム掲示板の書き込みも研究せよ。
な。はい、はい、こりゃもう書き込み研究するよねえ、いっぱい書いてくれてますから、お願いします。広島県のチョコタルトちゃん、うん、台湾ツアー広島1日目参戦します。うわ、台湾ツアーね、今からとってもとっても楽しみです。バフュームとナイン、どんなライブになるんだろう、ウキウキが止まりません。あ、ナインだ。うわ、嬉しい。ナインとね、やるんですよ広島は。そうなんですよ、もうあーちゃん兄弟がね、うん、いますから。そうじゃね、何か起こりますよ。あはもう家族席に何百人用意したらいいのよそんなに僕だけでライブやるラインかっこいいんだよ本当に。最近ぐんぐんかっこよくなってるね。いや、こないだねちょっとテレビ収録来てくれてね、うん、見たんだよね。かっこいい、次の曲も。いや嬉しい、うん、5人組のアイドルなんだけど、うん、アイドルじゃなくて本当に歌もダンスもかっこいい、うんうん、見てて楽しいよね。見てて楽しい、うん、いやテレビサイズにね、うん、あんなにダンスばっかり入れ込んでくのびっくりしたよ、うん、そうだねいや歌わんのみたいになって、あれ歌わん歌わん、踊る踊る踊る踊れますよっていうのを、ね、存分に入れたんだね、うん、楽しみだ。かっこいいわ。いやありがとうね、私も楽しみ。では続いて、鹿児島県男の子15歳、サメシ。サメシ4月に鹿児島来るんですね。あ、来ました。本当に待ってました。あ、僕の夢のパフュームライブを見れると想像すると夜も眠れません。嘘、鹿児島で待ってますと。鹿児島なんだ。ありがとう、すっごい。そうなの、鹿児島、鹿児島行ったことないのよ。そうな、初めてだね。初上陸、うん、しかも台湾ライブで、うんうん、ゆうくんだね。ゆうくんだ、ゆうくんです。高橋ゆうくん、そうもう同じ事務所の仲良しなんで、うん、ねえ、すごいこう安心できるよ ね。これはこれで違うライブになりそうよね。他のアーティストとトークとかなんか全然違う感じになりそう。やめろよ。確かにじゃねえよ、やめろよすごい4人で楽しくおしゃべり。そうだね、うん、楽しみ。ライブも楽しみです。本当に本当だね。え、神奈川県チョコジャムちゃん、チョコジャム25歳研究。私はパフュームラブとチョコ好きと鼻メガネ女子と頭痛持ちの4つが出てきたんですけどどうなると思いますか。ええー、ちょっとやってみる。やるの、めっちゃ面白いね。パフュームラブとチョコ好きと鼻メガネ。鼻メガネなんだろうね。鼻メガネ女子、鼻メガネ女子、ちょっとね、あのね、要素が多いね。そうだね。とあと頭痛持ち、鼻メガネ、上からやる。うん、じゃあパフュームラブとチョコ好き、チョコレートディスコだね出た、もうチョコレートディスコってことだね。やっぱね、こういう国語的なやつはね、ゆかちゃんすごく得意なんですよね。どんどん出てきちゃうから鼻メガネ女子と頭痛鼻メガネって何。鼻メガネかけるときってやっぱ浮かれてるときじゃん。そうだね。なのに頭痛なのよ。で、浮かれポンチ、浮かれポンチ、浮かれポンチってことかな。すごいよ、チョコレートディスコで浮かれポンチ。あ、大丈夫かな。完全なるパーティー野郎じゃんこれあ、もうこれパーティー野郎だね。うん、チョコレートディスコで浮かれポンチってことはパーティーガールですね。パーティーメーカー、パーティーメーカー、パーティーメーカーじゃん出ました、あなたの人格はパーティーメーカーです。出ました、でも頭痛いから。頭痛いから。そうだね。鼻のメガネつけてね。面白い。ありがとう。ありがとう。続いて静岡県のナチコイガールちゃん。ナチコイガール。ジャケ写のダジャレは誰が考えたんだろう。ジャケ写のダジャレ、あ、クリップをかけたことかな。あ、これね。誰だっけ。なんかみんなで話してて、出てきたよね、こうなった。会議したよね。そうそう、した人。でもね、関さんと決めるときは本当にラフだから、うん、関さんのアイディアでめっちゃいいってなったらめっちゃいいってなるけど、うん、これをこうしたらもっといいんじゃないとか掛け合わせたりとかいろいろするから、うん、結果あんま覚えてないよね。そうだね、確かに。なんかこういう感じの色味にしたいみたいなのはすごい3人で、あ、言った、うん、言った覚えあった。いつの間にかもうどのクリップを持つかみたいな話になってたよね。なってた。どっから来たんだろう。ね、クリップスだからクリップ持ったらいいんじゃないわ。関さんが言ったんじゃない。関さんだったかな。あれ、あのみんなの意見かな。みんなの意見かな。決めました、うん、なんか面白いことしたいねみたいな感じから、うん、なったはずよ。
そうよ、うん、ただ単にクールじゃなくてね、パフュームらしさ出すっていうところでこれになったんですね。なはい、ごめん覚えてない。ごめんいつもそういうきっかけ覚えてない。何にも覚えてない。おかしいな忘れてるよ。皆さん本当にいつも書き込みありがとうございます。ありがとうございます。書き込みの内容は何でもいいです。皆さんの普段思ってることをパフューム掲示板に書き込みしてください。お願いします。そして今日生放送教室な漫画家の福山涼子先生がいらっしゃっています。やったー。うん、そうよ、紹介してたよね、脳殺ジャンキーの、うん、あの先生よ。やばいよ、ね、なんで私呼ばれないんだろう。本当だよ、なんで校長がいるんだろう。なんで本当にそこの立ち位置あーちゃんじゃないとね。私じゃないんだろう。もっと広げられるよって。どうして私じゃないんだろう。そんな福山涼子先生からお荷物が届きました。なにこれ。覆面系ノイズ一巻新作。やばい、叫べ片思いの心。やばい、叫べ。やばいんだけど。やばい、音って書いて心って読む。うわ、そういうの好きです。ミュージックバイマンウィズだって。え、なんで曲ついてるの。スペシャル PV。 PV あるの。へー、いいなー。めっちゃ楽しいやん。確かにノイズっていうことになるとうちらはちょっとノイズって感じじゃないですもんね。そう、足りないな。やっぱそのマンウィズさんはいいと思います。ちょっと羨ましいわ。めっちゃ面白そうじゃん。ちょっとこれダメ、後で読む。なにこれ。え、ちょっと待って、書いてある。え、やば、サインしてくれてる3人それぞれに。カウントダウンジャパン来たって書いてある。え、嘘でしょ。普通に見てたってこと。え、大好きですだって。何書いたらいいかわからないレベルで好きですだって。そんなに。これからも応援しておりますだって。え、嘘、超嬉しい。会いたかったね。やば、これ始まんのね。始まっちゃう。危ない危ない。やばい、後で楽しみ。でもこれ読んだらさ、次の巻出るまで待たんといけんのが辛くない。そう、本当に好きな漫画だと本当に辛いんだよね。え、待ちきれないよね。あ、いや、福山先生ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとあの大好きな先生なんで、あの富山校長も吉田教頭も失礼のないようにちょっとお願いしますよ。えはい、失礼します。はい、残念ながらね、失礼の方は11時台2、3ありましたね、校長先生の方、ね、いやでもさ、あーちゃん、あれダメだよ、その私の方がなんか話広げられるみたいな。今後やりづれえわ。23時台やりづらいよ。校長先生、進行の方がやりづらくはなりますよね、確かに、ね、でも福山先生ね、めちゃめちゃこれあーちゃん前からずっと言ってくれてて、私も大好きなので。ファミリー大好き、相思相愛。カウントダウンジャパンも行かれてるんですか。はい、拝見しました。マジっすか。え、結構前の方で見てらっしゃるんですか。見てました。わお。じゃあ合ってる可能性ありますよ、僕ね。あ、本当ですか。僕、いつだっけな、2011? あ、多分それです。11ぐらいかな、行ってます、見てますよ、僕。最善です、最善。え、最善も行ってない。ベビー大丈夫ない。あ、大丈夫ない、その時やってないですけど、すいません。まだ出てなかったので、やってなかったですけど。でも校長先生ニヤミスしてたから。本当ですね。ファミウム研究どういうとこ好きですか。もう全部好きですね。あ、足が特に好き。足ね。ずっと綺麗なんですよ。3人も3綺麗ってなくないですか。本当にない、奇跡ですね。ね、いやよく集まってくれたよ、あの3人は。広島という街でね。はい、嬉しいな、本当。もうドンピシャですね、趣味が校長先生と福山先生の。これなんか飲み行くしかないですね、これはね。どうやらね、行きましょう、どっかのタイミングでね。はい、ぜひ。明日はこの学校の B 組の講師、ベースボールベア先生が登場。先週に引き続きピローズの山中沙央先生と一緒に授業をしてくれます。ベーボーベーロックス。スクールオブロック。